大阪万博でタクシーが1日2000台足りない？どうやって移動するのよ。ライドシェアの導入を検討しているようだぞ。ライドシェア？アプリ上でドライバーと相乗り希望者をマッチングするサービスのことだな。だが、このライドシェアを導入するのにも管理する会社が必要だから利権が潜んでるんじゃないかという意見もある。へえ。それじゃあ今回は大阪万博開催中はタクシーが足りず移動が困難な理由と新たに生まれるライドシェア事業の裏に隠される利権の闇についてしっかり解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。2025年日本国際博覧会以下大阪万博の開催地夢洲は1970年に作られた大阪市此花区の埋め立て地だ。此花区は大阪市の北西に位置していて人気の観光スポットであるユニバーサルスタジオジャパンがあるんだぜ。夢洲は USJ と同じ地域にあるのね。広さは約390ヘクタールでおよそ半分の約170ヘクタールが大阪万博やカジノなどの統合型リゾートである IR のために使われることになっている。夢洲は大阪万博の話が上がる前は開発が中止されたまま放置されていたが、大阪万博の開催決定で180度変わり急ピッチで開発が進んでいるんだぜ。すごい飛躍だわ。ただ夢洲を行き来するには夢前大橋か夢先トンネルを車などで経由する方法しかなかった。そこで大阪市は海底トンネルを建設し、地下鉄大阪メトロ中央線を夢洲まで伸ばす工事をしているぜ。交通手段を増やしているのね。でも地上の交通網はどうなるの？車で来る人たちは大変なんじゃない？道路については夢洲内の幹線道路や周辺の橋を4車線から6車線に広げる、大阪万博会場と IR の敷地の周りをぐるっと回れる道路も整備する予定なんだぜ。へえ、そうなんだ。大阪万博へは1日あたり最大22万7千人が来場する見込みで、そのうちのおよそ半分 55% の12万4千人が唯一夢洲につながる鉄道路線である大阪メトロ中央線を利用するとみられるぜ。12万人が地下鉄に押し寄せてきたら朝の時間はとんでもないことになりそうね。大阪メトロ中央線の沿線には観光庁や大手企業が多く、その分利用客も多い。1日に約29万人もの人たちが利用しているんだ。大阪メトロは現在の最大運行本数16本を24本に増やしたとしてもピーク時の混雑率は 140%。 立っている時に隣の人と肩が触れ合うくらいと予測している。本数を増やしてこれだと今はもっとすごいのか。そこで混雑を緩和する対策の先駆けとして2023年11月23日大阪メトロ御堂筋線難波駅に顔認証で運賃を精算できるウォークスルー型の改札機が登場した。これによりスマホを改札機にかざす必要がなくなるんだ。ええー、すごいわね。お土産を両手に持ってても楽ちんじゃない。大阪万博の開催時には万博会場に最も近い夢洲駅と大阪市の中心をつなぐ大阪メトロ中央線などで利用可能だ。関西の地域限定なのね。でも未来的でかっこいいわ。だがここで問題があるんだ。来訪者が集中するピーク時は混雑が予想される鉄道だが、実はタクシーも全然足りていない。え？そうなの？大阪府の吉村博文知事は大阪万博の来場客のピークと予想される2025年10月末には1日最大2000台のタクシーが不足する見込みだと言っているんだ。全然足りていないじゃない。タクシー業界を取り巻く環境は厳しく、2023年時点でタクシー運転手の平均年齢は 61.8 歳。さらにコロちゃんなどの影響で茨城高槻交通など府内で展開するタクシー会社9社が民事再生法の適用を申請しているんだ。タクシー運転手の高齢化に加え会社自体も経営困難なんて。日本国際博覧会協会は大阪万博に来場するタクシーの利用者は45万人を想定していて、スムーズな観光客の移動手段を目指し万博会場に隣接した交通ターミナルにタクシーの待機場所や乗降場を設置するそうなんだ。確かにそれは絶対に必要ね。でも数台しか入れない待機場所だったらあんまり意味がないような。国土交通省や大阪タクシー協会などが参加する夢洲海上タクシー運用ルール検討会によると、ターミナルには50台を超える待機場所を設置、さらにスムーズな乗車を目指し2から3台の同時乗車が必要と考え、
2023年度中に配置計画などを決定し、ターミナルの工事に入る計画をしていたんだ。50台も待機してるなら、すんなり乗れそうね。最寄りターミナルには、常にタクシーが待っているから、万博会場から帰る時だけは、タクシー不足は解消されるかもしれない。しかし、それは万博会場に向かう際のタクシーのことまでは、考慮されていないぜ。そっちのタクシー不足を解消しないと、大阪万博に行きたくても行けないじゃない。それは何としても、解決してほしいわ。そこで大阪万博開催中の期間限定で、自家用車を使って有料で人を運ぶ、ライドシェアの導入を検討しているんだぜ。ライドシェア？あまり聞き慣れない言葉ね。簡単に言うと、タクシー会社が、一般ドライバーをアルバイト雇用する仕組みで、アプリ上でライドシェア利用希望者と一般ドライバーを、マッチングさせるシステムだ。実際にライドシェアが普及した国では、タクシーはほぼ不要になっているんだぜ。素晴らしいサービスじゃない。タクシー不足解消に一役買ってくれそうね。日本では、海外でライドシェアが普及し始めてからも、道路運送法に抵触するという理由で、ライドシェアを禁止していたが、国土交通省はライドシェアの制度について、3月中に正式に決定することになったんだ。大阪万博については、例外が認められるのか。導入された場合には、とても便利で将来明るいライドシェアだが、そこにはしっかり闇もあるんだぜ。え？そうなの？いい話にはやっぱり裏があるのかしら。まず、運行区域や運行時間について、国と大阪府の方針が合っていない。国の方針では、都市部や観光地などで、タクシーが不足する地域や時間帯を推定し、ある一定の基準を超えた条件のみ、運行を認める方針だ。しかも基本的には、タクシー会社以外の参入は認めていない。だけど、アプリを作る会社がタクシー会社を買収して、管理するのは良いみたいなんだ。ふむふむ。要するに、うちの運転手でこと足りるとタクシー会社が判断すれば、ライドシェアをさせることはない、ということがあり得る。そしてタクシー会社が儲からない時間帯のみ、認めて運行させる、なんてことになりうるんだぜ。都合が良すぎる。この方針に対して大阪府は、関西空港から観光地への移動を考慮して、運行区域を府内全域に拡大し、運行時間も24時間に伸ばすよう提案。また、タクシー以外の事業者も参入できる仕組みなどを、国に求めているぜ。大阪万博の来場者が、困らないようにしてほしいわ。さらに一般ドライバーにとって、日本のライドシェアのメリットが、どれほどのものになるのか、明確になっていない。タクシー会社に手数料を引かれ、ガソリン代も保険料も自己負担となったら、一般ドライバー側からしたら、どれだけ稼げるのか情報が不透明すぎるんだ。確かに、運行しても儲けがないんじゃ、運転手が集まらないよね。さらに、ライドシェアを利用するために必要な配車アプリも、詳細が明らかになっていない。もし、タクシー会社ごとに配車アプリを作られてしまったら、利用する側は、たくさんの配車アプリをインストールしなければならなくなる。スマホに不慣れな年齢の方たちにとっては、そもそもこの工程自体が億劫だろうから、なおさら浸透しないよな。アイコンがごちゃごちゃしちゃうのも嫌だし、利用したくなくなっちゃうわ。それに、海外からの観光客については、日本のアプリを入れてくれるのかさえ怪しい。そういったところもちゃんと考えているのか、疑問が残るぜ。良いサービスでも、すべての人が利用しやすいようにしてもらわないと。また、これまで長きにわたり、ライドシェアを禁止していたにもかかわらず、大阪万博でタクシーが不足するからと、急にライドシェア解禁に動き出したことについて、利権が絡んでいるのでは、という声も、少なからず上がっているんだ。国がライドシェア事業への参入を、タクシー会社のみとしているのも、利権の絡みがあるのかもしれないぜ。闇だわ。そして、実は大阪万博にも、利権の闇は隠れている。大阪府、大阪市が大阪万博へ出展する、大阪パビリオン。その総合プロデューサーに選ばれたのは、大阪大学寄付講座教授の、森下雄一氏だ。森下氏は、医薬品や再生医療などの新興企業で、国産初のコロちゃんワクチンとなる、大阪ワクチンを開発していた、アンジェス株式会社、イカアンジェスの創業者だぜ。ふむふむ。政府は過去に、森下氏が所属する大阪大学と連携し、アンジェスのワクチンに、75億円もの補助金を交付していたんだ。ええ？ 75 億円も？アンジェスに対しては、吉村知事と大阪市の松井一郎前市長はかなり肩入れしていて、実績のある大手有名製薬会社ではなく、なぜか実績に乏しいアンジェスに補助金を与え、研究開発を進めていたぜ。
へえ、なんでだろう。アンジェスのワクチン開発について、吉村知事は、オール大阪で取り組んでいくなどと、大風呂敷を広げるような発言をしていたんだが、これらの発言で、アンジェスの株価が急上昇したんだ。吉村知事の発言の後、アンジェスの株価は、約4ヶ月で約7倍になっていたんだぜ。ここまで影響力があるのね。と、大阪産ワクチンを散々アピールしてきたわけだが、2022年9月、アンジェスは DNA ワクチン開発の中止を発表したぜ。嘘でしょ？75億円も使って失敗に終わるなんて。ネットでは、アンジェスの大阪産ワクチンについて、アンジェスの株価を釣り上げようと、最初から仕組まれていたのでは？という、闇深い噂が囁かれていたぜ。怖っ。でもよく考えたら一つの新興企業に、ここまで肩入れしてるのもおかしいものね。そして、そんな噂の立つ会社の創業者が、なぜか大阪万博にも関係してきている、森下氏を、大阪パビリオン推進委員会の、総合プロデューサーに大抜擢したのは、何を隠そう、会長である吉村知事だ。さらに、会長代行として松井前市長もいるんだぜ。森下氏が選ばれるのは、必然だったのか。さらに、週刊現代に掲載されたレポートによると、大阪万博のスポンサーで最上位の協賛企業、スーパープレミアムパートナーに、森下氏が顧問を務める浄水器販売会社、株式会社サイエンスが入っているんだ。これもかなり怪しいわね。スーパープレミアムパートナーになるには、10億円以上の協賛金を納めているのが条件で、日本生命保険相互会社や、ロート製薬株式会社といった、超有名な大企業も入っている。しかしレポートによると、株式会社サイエンスの2022年度の利益は約5億円。10億円の協賛金は、一体どうやって用意したんだろうな。確かに、吉村知事と仲良しな森下氏は、維新とも近い関係にあったそうで、2013年には、大阪府、市統合本部医療戦略会議特別参与、2016年には、日本万博基本構想委員に就任するなど、この頃からつながりがあったみたいだぜ。何らかの優遇があったのでは、と思われても仕方ないわね。さて、内情の裏話は一旦置いておいて、大阪万博の話に戻すぜ。大阪市が、万博開催期間中に、会場周辺の道路混雑具合を試算した結果、会場に一番近い、阪神高速湾岸舞島出口で、主に週末や万博開催期間の後半に、交通容量を超過するみたいなんだ。交通容量を超過すると、一体どうなるのかしら。例えば、信号が赤から青に変わっても、信号待ちの車が1回では通行しきれず、もう一度赤信号を待つことになる。高速の出口だと車が使えて、制限速度で通ることはほぼ不可能だろう。それはかなりストレスだわ。車で夢島へ向かうルートは2通りで、その一つ、夢舞大橋を走る高速道路は、大阪万博に向けて、4車線から6車線に増やしたのは話したな。それに2億円を投入したのに、結局、会場に近い出口は渋滞になる見込みだぜ。6車線でも足りないのね。そもそも2つのルートだけだと無理があるのよ。混雑のそもそもの原因は、大阪万博開催と、IR 開業工事の時期が重なっていることだろうな。IR 開業工事は2025年春から本格的に始まり、大阪万博開催期間と思いっきり重なっているんだ。工事関係の車は最も多い時で、1日あたり2182台と予想されていて、大阪万博の来場者関連の車の数は、1日あたり最大4000台にも上る。1日約6200台が、現在の交通量に上乗せされて、2つの道路に集中することになるんだぜ。大渋滞不可避だし、みんなイライラしちゃって、殺伐とした雰囲気になりそうね。しかも、やっとのことで渋滞を出たとしても、自家用車では、万博会場には入れないことになっている。会場から15キロ圏内にある駐車場から、バスに乗り換える必要があるんだ。会場に到着する頃には、もう疲れ果てているだろうな。そんなの、何も楽しめないじゃない。ただ、この状況は当初から分かりきっていて、2023年の市議会でも渋滞は心配されていた。それなのにこのありさまだ。市の対応も後手後手になってしまっているぜ。どうにかならないの。大渋滞を乗り越えてまで、大阪万博に行きたくないという人たちが増えれば、渋滞解消に一番効果があるかもしれないな。大阪万博により多くの人に来てもらうために、渋滞を解消したいのに、その最適解が、来場者が減ることなんて皮肉すぎる。
夢島のように交通網が限られているってことは、災害時にも影響が出てくることになる。大阪万博の開催中に大規模な災害が発生した場合、会場が孤立する可能性があるんだ。え？どういうこと？南海トラフ巨大地震が発生した場合、夢島は最大震度6弱になるとされている。夢島の土地は、予想される津波の高さよりも、5メートル以上高く作られているため、波に飲み込まれる可能性は低いが、問題は周辺にある舞島と先島だ。別の島なのに、夢島と何か関係あるの？夢島から本島へ行き来するためには、舞島や先島を経由しなければならない。ただ、舞島や先島では液状化の被害が激しく、夢島が無事でも道路の交通手段がなくなり、結果的に万博会場が、逃げ場のない孤島になってしまうんだ。なるほどなぁ。大阪万博協会は、災害時の対応策として、災害用の備蓄品の準備や、避難の方法を考えているようだぜ。まあ、備えは確かに大切だけどさ、そもそも、孤立状態にならないような場所を、会場に選んで欲しかったなって。さらに、緊急車両の問題もある。現在夢島内には、緊急時のための消防署がないんだ。火事があったらどうするのかしら。大阪市の消防局によると、夢島に一番近い出張所から救急車が出動しても、到着まで平均約11分と、大阪市内平均の2倍以上も遅いんだぜ。1分1秒を争う場合もあるんだから、そこはしっかり対策してもらいたいわ。大阪万博や IR に向けて、夢島内へ出張所を設置するなど、来場者の輸送力強化だけでなく、来場者の安全も確保した、ストレスのない交通網を築いてもらいたいぜ。せっかく大阪万博を開催するなら、問題点は早めに解決したいものね。大阪万博の開催まで、あと1年を切ろうとしている。日本の問題解決力が問われるな。みんなは、大阪万博の移動問題についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。